ございます。ちょっと進行が早く進んでおりますのでよろしくお願いします。今日はバーザーの食べ物が予想以上売れております。早めにお買い求めください。まもなくその売り切れの店が出てくると思いますけども、ご注意いただきたいと思います。花火大会は9時10分から行います。ちょうど暗くなってきて月も輝いてまいりました。今年も綺麗な花火が見られると思います。よろしくお願いいたします。さあ今度の音楽団体はアンサンブル生野屋の皆さん方でございます。周南を中心に年を取って親父たちが活動していますといったことで、まあ親父というのは何歳から親父になるか分かりませんけども、でも比較的若い方もいらっしゃいますし、ちょっとお年を取った方もいらっしゃいますが、でも皆さん元気なお年寄りの皆さん方でございます。皆さん方はいろんなジャンルがありまして、ポップスから歌謡曲からいろんなことまで挑戦していらっしゃいます。ジャズもやっていらっしゃるんですね。すごいですね。ちょっとお話を聞いてみましょうか。キーボードのお疲れでございます。ああこんばんは。こんばんは。この生野屋チームでは何年ぐらい前にお入りになったんですか？去年です。あ、去年で。この皆さん方のレパートリーは何曲ぐらい？ちょっとわかんないですね。わかんない。たくさんあるんでしょ？はい、はい、普段どういったところで活動されていらっしゃるんですか？サウンドハウス生野屋っていうところでやってます。サウンドハウス生野屋っていうのは周南記念病院のすぐ近くの、浜田さんっていうスタジオですよね？そうですね。そうですよね。すごいなあ。あ、リーダーね。はい、リーダーは帽子かぶった。あ、リーダー。はい、リーダー。お互いね、どっちがリーダーですか？リーダーかっこいいですね。いやいや、どうでもいいです。はい、これはサックス。アルトサックス。こちらがテナーサックス。テナーサックス。いや、女性かっこいいな。女性だって、紹介がそのおじさん方中心って言って、若い女性、綺麗な女性じゃないですか。は、初めて何年ぐらいですか？いや、間もないです。間もない。テナーサックスは肺活量がないと難しいでしょ？そうですね。いやいやいや、何年ぐらい前に入られたんですか？入ったのは間もないです。できてから。じゃあこちらがベテランですね。はい、サックス。はい、ブルーベリーヒルをまずお楽しみいただきたいと思います。そしてね、オープニングでやります。はい、オープニングで。今何曲ぐらいレパートリーであるんですか？そうですね、皆すべてのジャンルを集めたら700-800。すごいですね。いやいや、持ってるバンドはまだいっぱいありますよ。それなのだから皆さんはこのバンドだけでなくて、いろいろなバンドに所属していて、ね、フリーでやっていらっしゃるんですね。すごいですね。準備はよろしいでしょうか？いいかな？いいでしょうか？トランペットは。あ、いいですね。 OK ですか？ OK ですか？ OK ですか？こういったジャズ、キーは取らなくていいんですか？え？キーは取らない。いや、それぞれみんな違いますからね。あ、キー、キューっていうか、クラシックでは一番先に音を取るじゃないですか。チューニングでやる。チューニング、やっぱりやるでしょ。はい、今チューニングを。はい、アーでいきます。アーで。はい、やっぱり年を取ってもいろいろと好きなことができると羨ましいですね。うん、8名の皆さん方それぞれ自分のファッションで帽子をかぶったりかぶらなかったり、結構ですね、ハゲを隠して隠さなかったりね。いいことですね。さあ準備できましたか？よろしいでしょうか？それではアンサンブル生野屋、まずはブルーベリーヒルとコパカバーナ、2曲をお送りします。拍手でお迎えください。どうぞ。